はい、どうも、ガイチです、今日はなんでこんな、地味な格好をしてるかというと、まあ俺にとっては地味な方なんだけど、今日から始まるビジョンを見に行こうと思います。限定だからね。第1回目は5月8日まで新宿と池袋各2カ所ちゃんと映ってっかな。みんな見に行ってくださいよ。新しいブランド、ニューブランディングされた、ブランディングニューか。外調よろしく。さあ行くぜ。電車間に合うかな。のどかやの。昔の映画俳優は、自分が映画館の大看板に映るとね、夜中こっそり見に行って看板を見上げて一人涙したと。それがなんと俺の場合は30秒の動画がでかい画面に映るんだぜ。もう昨日なんかドキドキで寝られなかったよ。でもまだまだこれは始まりです。これからブランニューした外地どんどんでね詰まったどんどん出ていきますんでよろしく。みんなもねビジョン見に行ってよ。ビジョンの前に俺がいるかもしれないしね。それでは晴れた。はい、てな感じで池袋東口に参りました。これからねちょっと歩いて明治通りを歩いて右手にビッグカメラが見えるとこまで歩きましょう。今日は手持ちなんでね、あんまり長い間歩くと酔っちゃうからね、見てる方がってな感じで、まあまあな人混みですな。ビッグカメラの前までゴー。ちょいと大きな声は恥ずかぴー。はい、池袋東口を出て左明治通りを飛鳥山の方へ知らないって、左に行ってこちらビッグカメラ池袋カメラパソコン館を右手に見てそのまま前に行くとビジョンがあります。さあ下に行って外地が出るのを待ちますか。第一です。池袋東口徒歩2分のところにありますリアエイドビジョンからお届けしました。次西口行くよ。ぴょん。はい、次は池袋西口北という出口から降りてください。目の前にホテルサンシャイン池袋が見えたらその横をまっすぐ行くと右側にビジョンがあります。それで行ってみようか。人がカメラ避けるよね。それはねごめんなちゃいね。それではさっきの出口からね池袋西北から出て直進ほぼ直進そう右手にあります。映るまで待ちましょう。みんなも見に来たらね外地が出るまで待つんだよ。ここはね昔そんな昔でもないかヤクザの女という V シネで川谷拓三さんの息子さんである西名隆さんと夜ロケした場所ですね。そうそう西名さんの酔っ払いの友達がおお何やってんだ隆って言ったらあの人シャイだからねちょっとの間芝居できなかったというそんな話もありますが、さあビジョンはどうでしょう。どうも外地です。 This is 外地。まずはごめん。はい、てな感じで外地から外地で、次は新宿に向かいます。それではまたピャオ。はい、新宿駅東口に来ました、ね、有名なアルタはあるけど
それよりももっと鮮明なビジョンに向かいましょう。みずほ銀行を見たらそこを左に曲がってまっすぐに1個目の新宿のビジョンがあります。それではゴー。靖国通りに突き当たったら左を見る。ここはでかい。靖国通り沿いに面しております。こんなところに外地が現れるのでしょうか。ちょいと噛みました。現れるのでしょうか。それではちょっと出てくるまで待ちましょう。歌舞伎町といえば、私が芝居を始めた頃弁当を配っていた街。そんなのはどうでもいいんです。今歌舞伎町といえばこちら。左横にビジョンがあります。それではゴー。はい、ゴジラの爪からの外地でした。新宿はすごいね。歌舞伎町は2画面もあります。てな感じで私もビジョンに出ました。いかん、目頭が熱くなりそうです。でもこれからだ、頑張るぞ。おさあ、皆さんも昼となく夜となく朝から夜までやってますんで、ぜひ外地を探してください。それでは外地でした。サブスクライブプリーズ、ご登録お願いいたしますね。グッドボタンもよろしく。コメントもしてますよ。それでは8日までですからね、池袋と新宿計4カ所探してくださいね。じゃあまたよろしく。第2弾もあるよ。